ゲインなのですが子供が欲しい思いがあります最近学生時代の友人各言う女性にある程度事情を説明し契約結婚する約束をしました相手にもいろいろ事情があり乗り気れました彼女と結婚の上人工受精により子供を授かることはひろきさんの価値観的に受け入れますかはい恋愛感情のない結婚生活うまくでしょうかはい友人としてはかなり仲い人ですはい全然問題ないと思いますあのまず何か誤解してらっしゃると思うんですけどあの えっと、お父さんとお母さんが、あの、セックスしてるかどうかって、子供が知ることはないです。 で、それを説明する必要もないです。なので、お父さんとお母さんです。私はその子供です。で、それでいいんですよ。あの、実際に、あの、どういう交尾をしてるかとかとか、どういう交尾をした結果、僕が生まれたかとかって、知る必要ないし、知ることもないじゃないですか。なので、普通に、あ、お父さん、お母さんはこの人なんだっていうので、何の問題もなく育つと思うので、でそれ、だから、まあ、いや、夜中にあるでとか、まあ、わかっちゃう子もいるんですけど、 あの世の中そのなんかね、レスなあの夫婦もいるので、あの、言わなきゃ絶対わかんないです。はい。